衝撃大谷翔平さん一人の年俸で、アスレチックス全選手の給料払える。全世界が驚いた大谷翔平がドジャースと結んだ10年総額7億ドル約1015億円の契約。これはどのくらいすごいのか。北米プロスポーツ史上最高額の契約は、年平均にすると7000万ドル約101億5000万円となる。これを他チームの年俸と比較してみよう。2023年のメジャー各球団の総年俸を見てみると、なんと大谷一人の平均年俸で払うことができる球団は2球団あったのだ。今季の総年俸ワーストはアスレチックスで5680万ドル約86億7000万円。続いてオリオールズで6080万ドル約88億2000万円。アスレチックスに至っては全選手の年俸を払っても約15億円のお釣りが来る計算になる。かろうじて払えないが、レイズの7310万ドル約106億円とパイレーツの7320万ドル約106億1000万円もさほど変わらない。大谷がいかにすごいかわかる数字だが、さらにそのほとんどを後払いにしている。大谷翔平恐るべし。後払いはまだ程度理解できるけど、金利を例にするのは本当にお金が目的ではないことを証明しているよな。アメリカの経済から考えても400億円は損をするんだから、全てわかっててこの条件にしている大谷はほんと神。アスレチックスはそれでも90億だから日本の3球団2個分の総年俸に匹敵する。アスレチックスが MLB ワーストとか言ってるけど、巨人の倍以上あるからな。大谷さん成績悪かったらお金いらないとか言いそう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。